どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで。 現在、この動画を撮影しているのが、11月13日の月曜日なんですけれども、今回の動画は、坂本選手が明かした、岡田監督への感謝についてです。いやー、今シーズンのタイガース、坂本選手の活躍がなかったらと思うとゾッとする。まあ、特にそういう後半戦からね、ポストシーズンにかけての戦いだったわけなんですが、坂本選手は一体、岡田監督にどういう思いを持っているのか、で、今シーズンの坂本選手は一体何がすごかったのか、2024年のキャッチャー争いについてもお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧 いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは坂本選手が明かした岡田監督への感謝についてですさあ今シーズンプロ8年目の戦いを終えた坂本選手キャリアハイの数字を残すことができましたというのも84試合に出場して243打数55アンダ打率が2割2分6輪2ベース5本3ベース1本打点が21四四球合計23個バントは18個決めて出塁率が2割8分8輪 OPS が543得点圏打率が2割4分6輪という数 まあ坂本選手といえば2021年から徐々に試合数を伸ばしていきましたその2021年が45試合昨シーズン2022年が60試合で今シーズンは84試合で特に今シーズンの後半梅野選手の離脱があってほとんど坂本選手がスタメンでマスクをかぶりましたから打席数も多くなっていった 昨シーズンは151打席でしたが、ほぼ倍近くの289打席。放ったヒットの数55本、記録した打点は21、どちらも坂本選手の中でキャリアハイ。まあ、今シーズンのタイガースは梅野選手とキャッチャー2人体制でスタートする、そういう戦いになりました。ですが梅野選手が8月のスワローズ戦、デッドボールを受けて骨折、長期離脱を余儀なくされ、その後は坂本選手がほとんど1人でマスクをかぶりました。もう本当にチームの緊急事態、もう坂本選手に何かあれば、それこそタイガースの基盤が大崩れしてしまう。 そういう戦いというのがずっと続いていた中で、坂本選手はチームを引っ張り続けてくれました。18年ぶりのリーグ優勝、まあ、CS ファイナル、そして日本シリーズでも全試合スタメンマスクをかぶって、38年ぶりの日本一。で、そんな坂本選手にとって先日、大きなプレゼントがやってきた。それが自身初のゴールデングラブ賞を獲得ですね。1年間しっかりやってきてよかった。チームが勝つためにという思いでやってきて、結果がこうなったと思いますし、逆に自分でもっともっと技術を高めてやっていくことが、チームのためになると思っている。内野野とか外野 というポジションよりも1箇所しかないんでいろんなキャッチャーがいる中で選んでもらえたのはありがたいことだと思いますしまたそういう賞をもらったら頑張らなあかんなという思いがありますねとこのようにコメントで岡田監督も坂本選手はじめ、まあ、合計5人の選手がゴールデングラブを獲得したことについておう5人やろ坂本も選ばれたんやなまあ中野は選ばれると思っとったけどセンターラインが4人選ばれたんやからそら一番最高やんかまあそういうことやろセンターライン4人選ばれたっていうのは大きいわな やっぱり何試合も守り勝ったゲームがあるやんかと、このように言及。いや、ほんとこの岡田監督のコメント通り、ファーストの大山選手はもちろん、センターラインの選手がみんなタイトルを獲得した、これめちゃくちゃ大きいと思いますね。ファーストもそうですし、このセンターライン、そもそもの話として、ボールを受ける、まあ、触れる機会というのがめちゃくちゃ多い。で、なぜ野球というスポーツでこのセンターラインが重視されるのか、まあ、ボールに触れる機会が多いというのもそうですが、まずはキャッチャー。もうここは皆さんご存知の通り、扇の要とも呼ば ラウンド上の監督ともね言われるぐらいめちゃくちゃゃく大きなポジションで,すよで、すよでセカンドショートに関しては、グラウンドの真ん中にいますから、ほんと様々なプレーに関わることになります。まあ自分への打球に対してもそうですし、中継プレイ、ベースカバー、牽制の位置、で、外野へのピッチャーサイン伝達とか、ほんといろんなことをしなければいけません。で、目立たないかもしれませんが、特にランナーが三塁にいるとき、もうほんと万が一レベルでもしかしたらピッチャーへの返球がそれるかもしれない。となったときにセカンドショートは、まあ、カバーに入っておかなければいけない。ほんとこういった細かい動きも 求められれるるんでセカンドショートののの運動量が多いこのように言われる一つの理由そして、センターは9つのポジションの中で、一番守備範囲が広いポジションですからね。まあ、自分への打球に対応するだけじゃなく、レフト、ライトの打球カバー、守備位置の指示も行う。まあ、このようにセンターラインのポジションに求められることはほんと様々なんですが、まあ、特にキャッチャー、坂本選手にとってこれだけ試合に出たのは初めてですし、その中で得ることができたゴールデングラブ。盗塁阻止率というのも、2021年3割、昨シーズン4割2分3厘、で、今シーズンは3割 5分5人3年間のアベレージを見てもいい数字が残ってる、まあ、坂本選手は今シーズン始まる前スワローズ中村選手に弟子入りをしてね始まったシーズンですがしっかり自分の準備をして行けと言われたところで結果を出すのが選手の仕事その準備だけは例年以上に意識してやりたいこういうコメントを出していましたが、まあ、そういった思いが本当に実ったね2023年シーズンだったんじゃないかなというふうに思いますでそんな坂本選手に関し個人的にグッときたポイントがあってそれがビールかけの瞬間なんですねというのもまずアナウンサーの方が岡田� 監督から色々話を聞いていたんですがそこに坂本選手が現れて岡田監督にビールをかけていたで、すぐさまアナウンサーの方が坂本選手に対して岡田監督はどんな監督ですかと坂本選手に質問すると勝つことを一番知ってるついてきてよかったとこのように一言で岡田監督も坂本選手にこう言われた瞬間もう満面の笑みですよ自ら坂本選手の肩を抱いていましたで最後坂本選手は岡田監督に本間の一番の監督ですと言い残し岡田監督の元から去っていった、まあやっぱり ああいう場でね、出る言葉って、テンション任せの部分もあるかもしれませんが、やっぱり坂本選手の本音が見えた瞬間だと思うんですよ。で、坂本選手が何度もありがとうございましたと叫びながら、岡田監督と二人で抱き合う瞬間というのは見ててグッときました。まあ、も坂本選手って、キャッチャーはみんなが笑ってる時も、暗くなってる時も、一人冷静でいなければいけないと、いわゆる鉄仮面を被り続けるタイプ、まあ、そういうポリシーを持っていた選手でした。ですが、特にポストシーズン、CS 日本シリーズの戦い見てると、もう感情むき出しでしたよね。まあデッド ーールでルでにに出出る時バッットトををポーンとと投げてね感情を表に出したたたりり、まあ、ヒットを打ったら喜び爆発させたりとなぜこれまで貫いてきた冷静沈着なスタイルを捨てたのか、まあ、記者の方が坂本選手に質問すると正直わざとな面もありました今のタイガースは若いチーム年長者側の自分があまりかしこまりすぎてもいけない8月の横浜スタジアムで岡田監督が判定に猛抗議してからチームの空気が一気に変わったじゃないですか分かりやすくスイッチを入れたいという気持ちもありましたとこのようにコメント 上の監督、まあ、岡田監督のああいった姿を見て坂本選手もああ時にはこういう姿が大事なんだと勉強できた部分があったんじゃないかなと、まあ、特に日本シリーズなんて野村克也さんが話をされていましたが日本シリーズはキャッチャーのためにある経験すればするほど成長できると準備実践反省それらを繰り返したシーズンの集大成それが日本シリーズ、まあ、坂本選手もシーズンが完全終了して本当にホッとしたのが一番ちょっと野球のことを考えるのはやめようかなと思いますチームは来年から追われる立場だと思う成長していかないと 優勝できない。始まり出すと抜けられないんで、一回ちょっと抜く時間も必要かなと。このようにコメント。いや、ほんとこの言葉に坂本選手の本音が詰まってるんじゃないかなと。もう本当に一切ね。気が抜けなかった戦いだったと思うんで、本当に坂本選手ゆっくりしてほしいです。ということで最後になります、まあ。特に今シーズンの後半以降ですね。坂本選手がマスクを被り続け、ずっとチームを引っ張ってくれましたが、来シーズンはまた俺がと闘志を燃やす選手がいます。それが梅の選手ですね。梅の選手は今シーズン7。2試合に出場して217打数42安打打率が。 キューブ四連、ツーベース四本、ホームラン一本、打点が十九、四死球合計三十個で出塁率が二割八分八厘、OPS が五一四、得点兼打率が二割零分三輪という数字。まあ先ほどもご紹介しましたが、今シーズンは基本的に梅の選手が軸。まあ岡田監督が就任してすぐ、正捕手は梅のよと、まあ、このように明言して、まあそこからね、坂本選手と少しバランスを取りながらキャッチャー起用していく、まあそういうシーズンでした。ただ八月の中盤、梅の選手の長期離脱に伴って、そこから坂本選手がマスクをかぶり続けるという。 いになった,ただそんな梅野選手、まあ、なんとかね、シーズン最後には間に合わせたい。そういう思いを持ちながらリハビリ続け、そういった姿を見た岡田監督は、梅野選手を日本シリーズ、ベンチに入れました。で、梅野選手もそこに感謝しながら、来シーズンに向けて、連覇できるように、自分のベストパフォーマンスをしっかりと成績として出せるように、強化も含めてしっかりやっていきたい。ここからまだまだチームも強くなっていく、自分もキャリアハイ目指して、やれるスタートが待ってると思いますと、このようにコメント。まあ、やっぱり全体的に若い今のタイガー 坂本選選手手と梅野選手このの人がキャャッチャーの軸になるでしょうただ、それプラス、まあ、第3枠の運用、まあ、未来も考えてめちゃくちゃ大事です。というか、個人的に2024年の岡田政権に求められる最大ポイントなんじゃないかなと。まあ、本当にこのキャッチャー育成、ずっと梅野選手と坂本選手二人で戦おう。こういう勝ち取りを続けてしまうと、まあ、本当世代交代の木を失う可能性というのがあります。まあ、優勝できた、で、どの球団よりも勝ちの経験をできた次のシーズンだからこそ、岡田監督としてもある程度思い切ったことができるんじゃないかなと。 ま、それは岡田監督が以前話をしていた戦力の底上げがないと勝てないと。まあ、こういうコメントもそうですし、キャッチャーに関しては高卒よと。岡田監督はこのような思いを持っている。まあ、日本シリーズ枠にも登録した長坂選手、坂枝選手、で、秋のキャンプに参加している片山選手もそうですが、特に藤田選手と中川選手、この二人は岡田監督が理想とするポイント、高卒キャッチャーですからね。もうこの二人をどのように見出していくか、で、岡田監督がどう評価していくか、まあ、今行われている秋のキャンプ、かなり重要なポイントなんですが、まだ岡田監督の口から 若手キャッチャーの名前というのは出てきていませんですのでこの秋のキャンプさらなる突き上げで春のキャンプにどの選手が一軍帯同するかこれはほんと注目ですねで坂本選手がゴールデングラブ賞を獲得したことにより一つのチームに二人のね GG 保守がいるそういう状況が出来上がりましたもう、まあ、これ多球団見渡してもなかなかない事例ですよまあ梅野選手は2018年から2020年にかけ3年連続で GG 賞を取ってますし日本代表に選ばれたこともあるで坂本選手は今シーズン初めてゴールデングラブ賞を獲得し優勝 日本一を経験したまあですので本当今の若手キャッチャーからすればいろんなことを2人から盗む環境が整っているこれは本当大きいと思いますねまあ、その中で一体どの選手が出てきてくれるかまあ、2024年おそらく岡田監督は新しいキャッチャー見出していくと思うんでどの選手が出てきてくれるか楽しみに見ていきたいなというふうに思いますはいということで今回の動画では坂本選手が明かした岡田監督への思いについてそして2024年のキャッチャー育成どのようになっていきそうなのかこの点についてお話をされていただきましたまあ岡田監督は今日13日。 テレビ番組に出演し、今全試合1人のキャッチャーはしんどいですよ。両方ともレギュラーキャッチャーできるのが2人いてるんで、これやまとィッチャーの兼ね合いとか2人で143試合そういう形になると思うと、このように言及まあですので、やはり基本的にはこの2人がマスクを被る。そういう戦いにはなりつつも、どこかで新しいキャッチャーを試していく。その割合はね。今シーズンより増えていくま。あそういうシーズンになるかなと個人的には予想してますんで、そこに一体誰を見出していくか、ここが大きなポイントになりそうです。皆さんは坂本選手が明かした。岡田監督への想い。どのように 考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいいいただけるとと嬉しいですということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。 毎日、トラホー、ありがとうございました。来シーズン2024年、どのようにキャッチャー運用していくか、引き続き注目していきましょう。で、また